星、銅で咲く風車小屋だよりから、プロヴァンスのある羊飼いの物語。リブロンの山の上で羊の番をしていた頃、私は牧場の中にたった一人、犬のラブイと羊たちを相手に何週間というもの人の姿を見ないで暮らしていた。時折モンド・リュールの隠者が薬草を探しにそこを通りかかったり、ピエモンあたりの炭焼き男の黒い顔を見かけることはあった。しかしそれは一人でいるために物も言わず、話をする興味も忘れ、下の村や町で噂に上ることは何も知らない、よなれる人たちだった。だから半月ぶりに2週間分の食料を持ってくる農場のラバの鈴が山道に聞こえる時や、坂の上に可愛いミヤロ農場の小僧の元気のいい顔が、年老いたノラドバさんの茶色の帽子が少しずつ見えてくる時は本当に嬉しかった。私は山の下の村の頼りを、洗礼だの結婚だのといろいろ話してもらうけれど、とりわけ聞きたかったのは、うちのお嬢さんがどうしているかということだった。十里四方で一番きれいなステファネットさんのことだ。あまり気にしてはいないような風をしながら、私はお嬢さんがよくご馳走に招かれたり、夜話に出かけたりするか、相変わらずお嬢さんのご機嫌を取りに新手の男たちがやってくるかなどと尋ねた。貧しい羊飼いの私にそんなことが何になると聞く人があるなら、私は二十歳で、ステファネットさんは私が生まれてから見た一番美しい人だと答えよう。ところがある日曜日のこと、待っていた半月分の食料が非常に遅くなって着いたことがあった。朝のうちはゴミ車のためだろうと思っていた。すると昼頃にひどい嵐がやってきた。そこでこれは道が悪いのでラバが出かけられなかったのだと思った。ようやく3時頃、空は洗い清められ、山は梅雨と日に生えている時、木の葉の雫と水かさの増した谷川の溢れる音の中にラバの鈴が聞こえてきた。復活祭の日に鳴り渡る鐘のような早い元気な鈴の音だ。しかしラバを連れてきたのはミヤロの小僧でもノラードのおばさんでもなかった。それは誰だと思う？お嬢さんだ。お嬢さんその人だ。柳の籠の間にまっすぐに腰掛けて、山の木と夕立ち晴のさやかさで頬をすっかりバラ色にして、小僧は病気だし、ノラードおばさんは休暇で子供のところへ行っていると、美しいステファネットさんはラバから追いながら知らせてくれた。途中で道に迷ったので遅く着いたということも話してくれた。しかし花模様のリボンやまばゆいスカートやレースなどで飾り立てたのを見ると、茂みの中で道を探していたよりもどこかで踊りでもして遅れたのだというふうに見えた。ああ美しいお嬢さん、私はいつまでも赤ずい眺めていた。本当に今までこんなにそばで見たことはなかった。冬羊が平地に置いている時も、夕方家へ食事に帰ると時々お嬢さんが広場を横切ることがある。活発にメス飼いたちにはほとんど言葉もかけずに、いつも着飾って少しツンとして、そのお嬢さんが今私のすぐ前にいるのだ。私一人の前に、これでも我を忘れずにいられるだろうか。
カゴから食料を取り出すとすぐステファナットさんは物珍しげに周囲を見始めた。痛みやすそうな晴れ着の美しい裾をちょっとつまんで囲い場に入り、私の寝るところや羊の毛皮の敷いてある藁床、壁にかかっている大がっぱ、杖、石鉄砲などを見た。こんなものはみんなお嬢さんを喜ばせた。まあそれじゃああなたはここに暮らしているの？いつも一人ぼっちでどんなに退屈するでしょう。何をしているの？何を考えているの？私はあなたのことをと答えたかった。そう言っても嘘にはならなかったろう。しかしすっかり上がってしまって何一つ話せなかった。お嬢さんはそれに気がついたに違いない。そして人の悪いお嬢さんは私はもっと困らせようと面白がった。で、あなたのいい友達は時々会いに来るの？きっとそれは金のヤギね。出なかったら山の峰ばかり駆け回る仙女のエステレルよ。ところがそういうお嬢さんこそ仰向いて美しく笑うところやたちまち現れてすぐさま消える訪問ぶりがエステレルの仙女そっくりだった。ごきげんよう。さようならお嬢様。こうしてお嬢さんは空のカゴを持って出かけた。坂の小道に姿が隠れるとラバの蹄で転がる小石が一つ一つ私の心の上に落ちるように思われた。私はそれをいつまでもいつまでも聞いた。そうして日の暮れるまで夢を散らさないように身動きもせずうっといとしていた。夕方になって谷底が青くなり始め、羊がめいめい鳴きながら押し合って囲い場に入る頃、誰かが坂道で私を呼んでいるのが聞こえた。やがてお嬢さんがさっきの笑顔に引き換えて、寒さと恐れと湿り気に震えながら現れた。山の下ではソログ川の水が夕立で増していて、それを無意に渡ろうとして溺れかかったものらしい。このように夜になってはもう家へ帰ることは思いもよらない恐ろしいことだ。お嬢さん一人で近道を探してはいけないし、私が羊を置いて出かけることはできないのだから。山の上で夜を明かすとなると何よりもまずうちの人たちが心配すると思ってお嬢さんはひどく悩んだ。私はできるだけ安心させた。7月は夜が短いんです。ほんのちょっとの我慢ですよ。私はお嬢さんの足とソログの水に濡れた着物を乾かすため大急ぎでどんどん火を起こした。それから羊の乳とチーズとを持ってきたが、かわいそうに温まろうとも食べようともしなかった。目にたまった大粒の涙を見ると私も泣きたくなった。そのうちすっかり夜になってしまった。山々の頂にぼーっと日の光が、西の方に萌えのような光が残っているだけだった。私はお嬢さんに囲い場の中に入って休んでもらった。新しい藁の上におろしたてのきれいな毛皮をのべて、おやすみと言った。そして表の戸口の前に座った。神様が知っておいでになるが、私の思いは血を沸かすほど激しかったけれど、悪い心は少しも起こらなかった。ただうちのお嬢さんが囲い場の片隅、不思議そうに眺めている羊たちのすぐ脇で、どの羊よりも大事な、どの羊よりも純潔な羊として私に守られて安心して寝ているのだと思うと大きな誇りがあるばかりだった。それがこれほど深く
星がこれほど輝いて見えたことはなかった。と急に羊小屋の戸が開いて、美しいステファネットさんが現れた。お嬢さんは眠れなかった。羊たちが動いて、わらをガサガサ言わせたり、夢を見て泣いたりしたからだ。お嬢さんは火のそばが恋しくなったのだ。そこで私はお嬢さんの肩に羊の皮をかけ、火を起こした。そして二人は並んで座ったまま黙っていた。もしあなた方が夜店で夜を明かしたことがあるなら、みんなが眠っている自分、ある不思議な世界がしんとした静けさの中に目を覚ますのをご存知でしょう。その時、泉はますます朗らかに歌い、池や沼は小さな炎を灯す。あらゆる山の精が自由自在に行ったり来たりする。そうして空中には外れの音、耳に入らないような響きが、枝が大きくなり、草が伸びるように聞こえる。昼間は生物の世だが、夜は物の世界だ。慣れない人には恐ろしい。お嬢さんもすっかり怯えて、少しでも音がすると私の方にすり寄るのだった。ある時は下の方に光っている池から出た物悲しい長い叫びが、波を打ちながら二重の方へ登ってきた。ちょうどその時、一つの美しい流星が二重の頭の上をそれと同じ方向に流れた。まるで今聞いた嘆きが一つの光を連れて行ったのかと思うようであった。あれは何？とステファネットさんが小声で尋ねた。天国に入る魂ですよ。そう言って私は十字を切った。お嬢さんも十字を切った。そうしてしばらく一心に空を仰いでいた。それから私にこう聞いた。じゃあ、あなた方羊飼いは魔法を知っているっていうのは本当？いいえ、ちっとも。だけど、ここにいると星に近いんで、平地にいる人よりか星の世界の出来事をよく知っているんですよ。お嬢さんは相変わらず上を向いていた。頭を片手で支えて、羊の毛皮にくるまって、かわいい天の牧道のように見えた。まあ、たくさん、きれいだこと、こんなに見たの初めてだわ。あなた、あの名前を知っている？ええ、そりゃあ、いいですか。私たちのまっすぐ上にあるのが、あれがセントヤーコブの道、銀河。あれはフランスからまっすぐにイスパニアで行っています。勇ましいチャールズ大帝がサラセンを撃った時、ガレスのセントヤーコブがあれをこしらえて王様に道を教えたんです。もっと遠くにあるのは魂の車、オークマで四つの車軸が光っています。その先を行く三つの星が三匹の毛玉で、その三番目の向こうの小さいのが車引きです。その前にずっと雨の降っているように散らばっている星が見えますか？あれは神様がおそばに置きたくないとおっしゃる魂なんです。その少し下のは熊でとも言うし、三人の王様オリオンとも言っています。私たちには時計の役をするんです。あれを見ただけで今真夜中過ぎだということがわかります。もう少し下がって、やっぱり南ですが、ジャン・ド・ミラン、シリウスが光っています。星の中での松明です。この星については羊飼いたちがこんな話をしています。ある晩、ジャン・ド・ミランが三人の王様とひなかご、北極星座とで仲間の星の婚礼に呼ばれたって言うんです。ひなかごは一番急いで真っ先に出かけて高く登っていったそうです。ご覧なさい、あの高いところ、空のてっぺんです。三人の王様はもっと低いところを突きってひなかごに追いついたんです。ところがこのジャンの武将者は寝過ごしてすっかり遅れてしまいました。
で、怒って前の二人を止めようとして、持っていた杖を投げつけたんです。だから、三人の王様はまた、ジャン・ド・ミランの杖とも言います。みんなの中で一番綺麗なのは、私たちの星、羊飼いの星です。明け方に私たちが羊を連れ出す時にも光れば、夕方入れる時にも光ります。私たちはこれをマグロンヌとも言っています。美しいマグロンヌはピエール・ド・プロヴァンス、土星の後を追って、7年目ごとにピエールへお嫁に行くんです。まあ、それじゃ星にもお嫁入りがあるの？そりゃありますよ。そうして私がそのお嫁入りとはどういうものかと説明していると、肩に何かさらりとした柔らかなものが軽くかかるのを感じた。それは眠って重くなった頭が寄りかかったのであった。リボンやレースや縮れた髪をいじらしく私に押し当てながら、お嬢さんはこうして身動きもせずに、空の星が朝日に消されて薄らぐ時までじっとしていた。私は胸をときめかしながら、美しい思いばかりを送ってくれたこの晴れた夜に清く守られて、お嬢さんの眠りを見守っていた。二人をめぐって星は羊の群れのようにおとなしく静かな歩みを続けた。そうして私は幾度も幾度もこの星の中で一番綺麗な、一番輝いた一つの星が道に迷って私の肩に泊まりに来て眠っているのだと胸に描いていた。